世界の平和を守るえっとリリ SNS 上で頂き女子リリちゃんと呼ばれている住所不定・無職の渡辺真衣容疑者恋愛感情を利用して男性から金銭を騙し取るリリコミットと名付けたマニュアルを作成し女子大学生に販売いわゆる パパ活をめぐる詐欺事件を手助けした詐欺補助の疑いで逮捕起訴されましたそのリリちゃんこと渡辺容疑者をめぐり新たな動きがあることが捜査関係者への取材で分かりました捜査関係者によりますと 押収したスマートフォンを調べたところ渡辺容疑者自身が今年5月スマホのアプリで知り合った関東地方の50代の男性からおよそ2500万円を騙し取っていた疑いが浮上明日にも詐欺の疑いで再逮捕する方針を固めたことが分かりましたこの詐欺事件についても関与を認めているという渡辺容疑者 騙し取った2500万円もの現金の使い道についてこう話しているといいます。ホストクラブに使った渡辺容疑者のものとみられる SNS には、私の頂き実績一覧として、多い時には1ヶ月で1000万円を超える援助を受けていたとの書き込みがありました。もうすぐ合計3億いただくけど貯金ゼロ。 警察は渡辺容疑者が同様の手口で10人ほどから現金を騙し取っていたとみて調べています。